皆に報告がある。昨日私は札幌大会でロスインゴのボス内藤哲也に敗れた。常に私は GLG の看板を背負って戦っている。だが私はここで立ち止まるわけにはいかない。私にはまだやるべきことがある。7月13日日本武道館、そこで GLG は解散する。やるべきことがあるから解散するっていうことですか？これは斉藤選手、発展的解消なんていう言葉も聞きますが、ちょっとシーンわからないですね。わからないですね。だけど目が輝いてましたし、やることがあるってはっきり言ってましたので、前進するためのもんでしょうからね。はい。